どうもですさあ本日の会談を浴びる会に来ていただきましたのはあのですねこの先輩はもう1年目2年目ぐらいからお世話になってる先輩でまああの吉本でいうところのレディオスターといいますか、えー、皆さん有名なスクール・オブ・ロックで校長もやられてましたしで相方のねグランジ五名さんも えー、一本だけ出ていただいたんですけども、今回は、えー、ぶち抜き2本でお送りしたいと思います。いきましょう。グランジ・ト山さんです。どうも。はじめまして。グランジ・ト山です。よろしくお願いします。ますちょっと2本無理です。はい。カットしておいてください。はい。今回ですね。<laughs> <laughs> 怖っ。 えー、コメント欄に遠山さんっていうのがあったっていうのもそうですし、はい、まあ、長いお付き合いさせていただいてるし、はい、家の近くで一番遭遇する芸人っていうのもあるし。<laughs> あのー、いいパパされてますね。いやいや。非常にいいパパ。僕、子供といる時に一緒に会います。あるあるある。二回ぐらいあるんじゃない多分、自転車かなんか俺が自転車乗ってたのかなあ乗ってました。で、じゃ散歩かな多分。<ー>手つ手繋いで、はい,はいはい。ちっちゃいお子さんと。うんうんうん。 僕のこと非常に怯える目で、あの、お子さん見てましたけど。でかいから、富山さん。いやいや、175! いや、184の顔やから。<laughs> いや、初めて言われた。<laughs> えいや,いや、だとしたら、吉井さんだって。顔だけ見たら186だけど。いや、だから実際立ち上がったら、沈竹林以外に残る。いや、沈竹林はないでしょう。そん、そんな言い方ないでしょう。いや、俺は沈竹だと思ってますよ、ずっと。いや、林まで言えって。<laughs> 林つけろ、林。まい。 いやあの小学校の時に身長止まったやつの顔なんですよ。まあ、これ言ってたでしょ遠 <laughs> 山さん <laughs>。<laughs> あの遠山さんって言ったら、はいまあ、ラジオね。はい、でも一番やっぱ頭にくるんですけども。はい、やっぱラジオってなったらやっぱトークじゃないですか。うん、はい。お話のうまい方で聞き役もできるっていうので。はい、まあそういう仕事がいっぱい多いと思うんですけど。はい。 今回、この階段を浴びる会はですね、ちょくちょく見ていただいてるとはおっしゃってますが、概念がございまして、お化けでもいいし、人でもいいし、事件、事故何でもいいんですけど、人生で一番怖いなって思った体験を喋っていただくという。はい。で、もちろんそれ分かってきたんですけど、僕ね、あの、もう45年生きてるんですけどね。あ、45ですかはい。一回も見たことないのよ、俺。あ、お化け。はい。いいね。だけど、 あの、いないとは思ってないんですよ。はあ、多分いろんな話とか、なんか科学的な話とかね。はあ、なんか量子力学とか。よくあるじゃん。そういうなんか YouTube でもさ、そういう動画とかあるけど。ね、結構そういうの好きで、見たりとかしてて。うん、だこういう理論でこういけば、例っているんだろうな、とかっていうのは思っている。はあはあ、だけど実際に見たこともないし、うん、だからこのチャンネルに出るのもありがたいけど、どうしようかなって思ってたら、はい 俺ちょうど、えっと、先週までね、あの、地元が北海道札幌なんですけど、実家帰ってて、3日ぐらい休みやったから。で、あ、そうだと思って、うちの母さんが、めちゃくちゃ好きなんですよ。で、ええ。で、なんなら、これも知ってた。うわ、嬉しい。あの、ほくろちゃんの動画、あれ、すごい、面白い。ほクロちゃん。俺、ほくろちゃんって言われてるんうちの母さんは。生生人いまお母さん、ありがとうございます。 ああ、みんな何個見たことあるよ。ええー、<て>嬉しい。で、そういえば母さんなんかさ、その、心霊の番組とか昔からよく見てたし、はい、で、本とかも買ったりとかしてさ、うん、ちっちゃい頃とかもあったりとかして、えっ、ー、と、なんかそういう話あるって言ったら、うん、私も若い時は全然信じてなかったと。うん、でも、二十歳ぐらいの時に、の時の夜の体験があって、そこからも信じるようになったっつっはあ、うわ、聞きたい。 その話をちょっとまず一個母さんから聞いてきたんで。お願いします。何の脚色もなくね。ああ、生々しくちょっと細かく、はい、お願いします。えっとね、50年ぐらい前なんですよ、きっと。うちの母さんが、今73だから21、2とか3ぐらいの時に、えっと、夏に、女友達と2人で海行こうってう約束してた。三、はい、浦海岸にじゃあ海2人で遊び行こうと。うん、で 前の日から、じゃあ、えっ、ー、と、その友達が、東京の新宿のアパートに、住んでるんで、うん、そっからだったら見る会がうちの母さんの家よりも行きやすいから、うん、住んだところよりもね。じゃあそこで泊まって行こうと。うん、で、4畳半ぐらいとかの、本当もうボロアパート、うん、お金もそのな,ないし、家賃も高くないところに、えっ、ー、と、夜中着いて、で、こっちが、えー、台所。で、そこに布団2枚敷いて、うん、でこっち玄関で、みたいな、本当狭い。うん 部屋。で、じゃあ明日も早いから寝ようっつって。で、豆電球なって。で、まあ寝てたと。したら、うちの母さんが、まあ夏だし、で、クーラーとかも当然さ、ないし、で、人の家だし、どうもなんかこう寝付けなくて、うん、夜中の多分二時とかだと思うんだけど、うん、で、こう台所の方をこうやって向いてたんだけど、なんとなくパーって寝返り、こう逆向いたら、男の人がこうやって、を見て,るんてうん。だってで。 うちの母さんもとっさに、うわーって声出て。声出たんや。ちょ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 つって。で、母さんはなんか、変態とか。ああ、なるほど。痴漢とかなんか。方法侵入みたいな。そうそうそう。はいはい、そういう男だと思っ、ああ、痴漢、痴漢,痴漢とかっつって。でも全然起きなくて、友達も。うん、そしたら、その男がずーっとこうやて見てんだけど、ふ、うん、ーってこのまま消えて、部屋から出てったんだ。うん、はあ<ー>だって。<ー>で、うちの母さんは、痴漢とかだと思ってたけども、うん ドアがね、鍵がさ、なんかさ、金具がこうあってさ、輪っかに引っ掛けるみたいな、はいはい、昔の。カチャってする、はい、それを開けるカチャって音もしないし、ドアも開け閉めも全くなく消えてったから、うちの子はさ、あ、これか、幽霊はっていうのを思ったと。で、友達も起こして、うん、ちょっとちょっとっつって、うん、多分幽霊今いたよって言ったら、うん、その友達が、あ、それなんか背広チェックの人っつって。 はい、母さんが、そうっつって。うわぁえ、髪型七さんっつったら、うん、うちの、そうっつって。全くそのままの容姿を言い当てたんだって。二人ともじゃ同じ方を見てるんですね。で、それを聞いたら、その友達は、何回か見てたんだって、うん、そいつを。<ー>だけど、なんかね、性格上あんまり人に言うタイプじゃないらしくて、<ー>うちの母さんにも、うち幽霊出るんだよみたいなことも一切言わずに、そのままいたと。で、聞いたら、 結構、例見る人だったらしくて。霊感があるんだ。なんか、子供がこう寝てる時に、パーってここ走り回ってる、とか。子供が寝てる時にああ、自分が寝てる時に子供がこの、枕元とかをすごくこうやって走り回ってるみたいな体験も今まで何度もしてるし。うわー、いいなその方。<laughs> いいな。話聞きたい。話聞きたいなっていうのがあって、うん、うちの母さんは、それまで全く信じてなかったけど、あ、多分幽霊っているんだ。私が見たから。 むっちゃいい話やん。<laughs> いやいやいや、むっちゃいい話やん <laughs>。これで興奮を覚える回<や>数になってるだって、50年前の話を、息子にわざわざ嘘つく必要ないしす、はい、そうでそう。そうで、お母様と友達が、口裏合わせて、こんなことあったねっていう記憶が、こう、ごちゃごちゃってなって喋ってたとしてもですよ。うんうん、してたら、多分もう忘れてると思うんですよね。そうだね。 忘れられへん記憶やからってことでしょで話しながらうちの母さんは俺に話しながらもまたちょっと怖くて今トレーヤーだったわって言ってはっきり見たんだってでスーッて出てくるのもめちゃくちゃ怖かったって言ったし、うん、そうこのだからお母様の友達がチェックの人ってなった時、うんはい、もうおかんたまらんかったでしょうね,う,ねうわーってなったでしょうね、うん、だって見てないんだもん台所の方を多分向いてたはずだからその友達はこれはい あの「何々ですか?」って言われて当たってたら怖って思うことあるなって僕も思い出して、はいはい、こ遠山さんやからちょうどいいなと思って言うんですけど通、えーはい、る番組の、うんえー、テレ東かな<う>テ,レテレ東のジャンポリスかかなんかで、はい なんか月1レギュラーぐらいでなんか出てたんですよ。はい、コーナー MC とか、なんか企画お手伝いする係りみたいな。俺、はい、さんの脇でやってたんですよ。はい、その時に、怖い話大会みたいなのがあったんですよね。はい、で、怖い話をバーってしてたら、はい、えー、お払いの方なのか、霊媒師なのか、衣装さんなのか、うん、なんかわからんけど、霊感があるって人がいらっしゃったんですよ。うん、その方が、<う>あの、吉井さんの、うん、 いやでも気使われてるな後輩さんがいらっしゃるんですけども何かありましたかってまず言われたんですよで俺その時に「ん?」と思って「一人おるぞ」と「つい先日他界した子はいるんです」っつってで「まさかな」と思って「それ絵とか描けます?」っつって。 絵をまず描きながら、はい、どういう感じの動きしてます?」っつってこうやって。つって端っこで見学してますつって。はい、多分吉井さんを借りていろんな現場見てるんじゃないですかねつって書いてたらちょっと小太りで、はい、眼鏡かけてて、はい、ちょっと短髪で、はい、こんな感じで腰低い。やん、はい、ってなって。あ<ー>覚えてます 四十九日たったぐらいの時にその仕事があって絶対こと知らないでしょこの人はでもめちゃくちゃほらほらほら本当だむちゃくちゃ動きなんですよこう、はい、こうやってええー、いやこれね吉井さんとかいろんな先輩後輩同期の体借りて 自分が行きたかった収録とか、うん、自分が見たかったっていうところを最後のツアーしてるんですよ、みたいな。いや、本当に最後のツアーやと思います。四十九日もう経つんで、そろそろ上部するんじゃないかなと思うんですけど、はい、みたいな。これ、すごないですかでその話とに似てるというか、僕はヒントは出してないし、あそうね、絶対知るわけないし、はいはい、お母様もそのチェックの、チェックのスーツのって、ね、多分ヒント出してないわけじゃないですか。そうな何にも言ってない。 そだから、あるんやろうな、こういうのって。でも、すごいね、その話。ね。あんまり、だから、チャンネルでも言ってない,い。あ<ー>やっぱ言っても、あれやし、その、伝わらへんやろうし。そう,かうん。ええ<ー>。ね。あの、うちの母さんがね。はい。で、もう一つ。えこれなんか不思議な体験。わ、いい。はい。あるんだわ、つって。何のこっちゃわからん。何やったんやろ、あれ、みたいな。 だけど一応まあ俺も聞いてで母さんなりとあとその母さんがその場にいた友達とかと話した結果こういうことだったのかなみたいなあ着地はできそうな感じでも分からない真相は全く分からないいや僕のところは人コみたいな感じで何それっていうのジャンルがあるんですよ何やってんのそれみたいな何これやったら珍百景になるし何それやったらザジになるから何それ結構 こう、すれすれを言ってるってことですね。当たらないように。<laughs> かすってはいるんじゃないですか、はい、いや、あのー、だから、はい、食べれるとこは全部食べてないんで。<laughs> 食べれるとこは、ね、油一番乗っかってるんで。こ、こそぎとってそこそぎでこそいで。<laughs> <laughs> お願いしますいやいや。うちの母さんが、それは多分ね、20年ぐらい前って言ってて、はい、50過ぎぐらいの時に、はい、えっと、お母さん友達から、はい、 えっと、旅館の、なんか無料招待券もらったから、うんうん、行かない泊まり行かないっつって、連絡来たと。はい、で、もう友達だし、楽しそうだし、行ってみるかっつって、うん、お母さんとも3人で、うん、北海道の札幌のね、上山系っていうね、うん、わかりますちょっとどんなくないです。都心からまあ車で4五50分ぐらいの、はい、まあ温泉あって、はあ 山の中ですごく。<ー>で、今は観光客とかもすごくいっぱいいる。あ、今も結構栄えてるというか。そうだね。宿泊施設もたくさんあってとかっていうとこの招待券をもらったから、うん、えっと、泊まりに行くっつって、はい。車でパーって行って。で、それがね、新館と旧館があって、旧館の方の、はい、えと最上階14階の部屋が、はい、まあ無料招待券もらって。はい、で、素敵なとこね、散策いろいろしたりとか、はい、で夜ご飯食べて。 見晴らしもいいし、景色もいいし、お風呂も入って最高だね、っつって。はい、じゃあ夜寝ましょうっ、つって。それいうこベッドじゃなくて3人多分布団並べるタイプのとこだったのかな、多分ね。うんうん、で、うちの母さん多分豆電球じゃないと寝れないんで。ああ、真っ暗。一緒ですわ。はい。豆電球。そう。だから薄暗い感じのままこう寝てた。うん,うんうん。そしたら、また夜中に、なんとなくパーって目覚めて、うちの母さんが。うん、で、う、え、ん、ー、っとこうやって上見たら、 天井が、天井にね、これぐらいの、真っ黒な大きな穴が、わ、面白。うん。あるんだって。いはあ、はい。で、あの、平面じゃなくて、明らかに奥行きもある、わあいいね穴があると。で、えってなって。で、うちの母さんもすぐ声とか出しちゃう人だから、ちょ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 、み、見てってあ。起こした、またまた、また。<laughs> <laughs> 一人じゃ多分受け止めきれないらしい。 えって言って。したら、その隣の人が、え、なになにってって、穴穴って言ったら、本当だ、穴だ。ってなって。うわ、二人ともうわだから、一人だったらさ、多分夢とか、だったのかな寝ぼけてたのかなるけど、確実に二人は見てると。で、え、なにこれって、でどの怖いとかっていうよりも、なんか、なんだろうって感じ、ずっと。したら、その穴がどんどんどんちっちゃくなってって、収束してなくなったと。で、 え、でも確かにあったよねって言って。奥まであったよね穴が。でも何のことかもわかんないし、なんだろうなと思いながら、まあまた、まあうとうとして、寝たんだって、普通にね。で、そのまま朝になって、で、その旅館のなんか朝食かなんか食べて、美味しかったねみたいな。何だったんだろうねぐらいな感じ。で、またお風呂入って、じゃあ、チェックアウトの時間だから帰りましょう。つって、うん、10時になって。で、また車でこう札幌の家に、まあ、 戻るんですよ。うんうん、したら、戻ってる最中で、えっ、ー、と、対向車線から救急車が、サイレン鳴らしながらファーって来て。で、別になんか気にも止めずに、ね、そのまま帰って。で、後からニュースを見たら、上山系で、飛び降りで、男性が亡くなったと。おお、うん。それが、うちの母さんたちが泊まってた14階の同じフロアの別の部屋から、 飛び降りて亡くなってんだって。リンクしてる。で、じゃああの穴は何だったのか。はい,はい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 。なっていろいろ話した結果、もしかしたら、これ推測でしかないけど、うんうん、その、死の世界、死後の世界とか、が、実はあの穴の向こうにあって、はいうん、亡くなる人がいるぞと、うんで。探しに来たんじゃないかみたいな。 で、見たら、あれ多分でもここ、男一人って聞いてるぞわかんないけどね。間違えたんだ。あ、違うわって言って、閉じて。で、その人の部屋のとこ行ったとかわかんないけど、それは。でも、そう思っちゃいますよね。うん、なんか、えー、このチャンネル出てもらった時に、ね、はい、チャンス大城さんの家の写真をバッて撮ったら、もう部屋の隅っこに、真っ黒のブラックホールみたいな、映ってて、はいはいはい いろんな霊媒師見てもらったら、霊血っていう。で、<道>僕も知らなかったんですけど。<穴>はい。あの、あ<ー>お化けが出入りするところ、霊道はあるけど、道はあるけど、霊血って、こっから出入りする。出て入るってことは、それちょっとリンクしますよね。ああ。じゃあ,あ、るんだ、その道が実際、ね。うん。だったのかな、とか。もちろん答えは誰も教えてくれないし。そうですね。で、その二人にしかわからないですしね。で、その上、上残草 乗山系という。乗山系定まる山の渓谷の系かな。それは、旅、旅館の名前ですかいや、乗山系という地域かな。の、とある旅館ってことですね。山系なんちゃらホテルみたいなことがっい、あ,あって、でもね、あの、そこの泊まったところは、あの、よく亡くなられてる方が多い、だって。飛び降りとかで。で、その下のところには、あまりにも多いから、お地蔵さんが、 こう、がいらっしゃると。っていうのも言ってた、うちの母さん。あと <laughs> からそれ調べたらしいけどね。は <laughs> そうそうそう。なんか、こ怖いっていうか、不思議だよね。でも明らかに穴あ開いてたんだって、真っ黒の。いや、ワクワクするな、この話。えー、こちら見ていただいた方で、 これ一緒のような体験ありますよとかあ,<ー>あ知ってますこれこういうことらしいですよみたいなの分かったらぜひコメントに書いていただけたらなと思いますそうかそれで何か知ることできるかもしれないそうなんですよ<か>結構みんな頑張って調べてくれたりとか地元体験ワーって書いてくれたりするので、うん、面白いんですよねコメント欄もうちのお母さんがまだ思い出すかもしれないんで,でここの真ん中にお母様 <laughs> いや,いやでも足台 泊まり代出すのでちょっとえっとじゃあ17万ぐらいかかる何クラスで来るの <laughs> 何なん,かなんとか俺飛行機詳しいなけどなんか J クラスみたいなんで来るのダメですかで友達もその時のその一緒に定山家泊まった2人の友達もやっぱそれはさ <laughs> 連れてきてほしいなっていやホクロちゃんに会わせたいからやっぱりそれはいやホクロちゃんって呼ばれたいですよ <laughs> でも仮に来たとしてはい 嘘やったら、もう、とんでもないことになるす。<laughs> その、友達が、えなかったじゃないこんなのな <laughs> 気まず。それはじゃあちょっと僕が、あの、ちゃんと通せとっときます。<laughs> いやいやいや。こういう話するからのお母さんが、ちゃんと知ってる程で言ってください, <laughs> いやらせよ。いうもう、嫌いや,いやもん。やらせ。いや、それはしょうがない。この番組のためだったら、それはやらせい。やいや、やらせいやもう一番、一番アウトす <laughs> このチャンネルは。一番アウトでやってるんだ。<laughs> いや、 すごい、ありましたね。そうね。だから、そうなんですよ。うちの母さんはだから、今でも YouTube でもいろんなそういうの見てるし。<laughs> えー、あの、心霊とかも大好きだから、心霊スポット行く動画とかも夜中一人でずっと見てたりとか、うん。え、じゃあ北海道とかでイベントしたら来てくれるかな、うん、あ読んだらマジで。ね、俺言ったら全然、ねあ。じゃあちょっと、遠山さんのお母さんに会うために、ちょっと北海道でちょっとイベントしますわ。この劇場版。 ビル会 in 北海道大阪とかでもだってチケット速完とかなんでしょ、はい、大阪もいやまあ,あるいい感じで完売して銀座出演者がだって発表されてない段階からもうチケット売れてるんです嬉しいそうなんです銀座はすごいね嬉しいですちょっと北海道でもぜひはいその時ぜひ富山さんゲストで来てください飛行機代はどうなんですかえっでも買えるんでしょ自分でその時に合わせるんで <laughs> え、逆パターンです。<れ>吉本芸人が仕事に合わせて実家帰ることあるない。聞いたことないね。逆です。実家帰るときに仕事合わせる <laughs> 聞いたこと。いろんな人巻き込んで、そして。いないよね。緊張するね。実家にいるときも。<laughs> なんかたくさんの人動かし <laughs> させて申し訳ないね、と思うね。いやいや、もしちゃ。め天井にも大きな穴開いてあるかもしれない。え。 かっけえかっけえなげえかっけえツッコミなげえかっけえ先輩違うんですよ。僕はやっぱね、ヨシーくんとね、まあヨッシーちゃんですけど。いや、そのさ、はい この、ですかヨッシーちゃんでしょ俺はずっと呼んでますよ、そうやって。ヨッシーちゃんっていうのはね、あの、漫才広場っていう、2年目の新ネタライブがあったんです。で、全然ネタができてなくて、俺が国語の勉強してた時に、いろんな問題ちょっと出してよ、みたいな。国語詳しいね、みたいな。じゃあ、一番日本で売れた芸能人の、なんか、著ョはつって。えー。 ま、<laughs> 窓際のヨシチちゃん。はい。窓際の<で>トットちゃんをね、かけてね。はいはい、<laughs> っていうの、ぼはい、ボケを、い。ただいたんですよ <laughs>。いいんじゃない朝方とかじゃないあれ夜中とか。ね、何人だった気するんだよな。え、窓際のヨシチちゃんって、そういうふりでしたっけだから、まあ、当時、イノシタね、イノシタヨシでやってて、はい、どうだったかなまあ、黒柳徹子のなんか名作あったよな、みたいな話じゃないわかんないけど。で、窓際のヨシちゃん、いや、トットちゃんやろとか、そんなんじゃない多分。 でしたっけ振り合まないでも、それ。ヨッシーちゃん、そんな甘い振りしないでしょ多分。いや、ちょっと俺もさ、定かじゃないけど、とにかく、だから、まあ、お渡ししてね。それをヨッシーちゃん。絶対これで受ける。受けるとは思わんけど、い、テンポで入れてみたらの感じで。店舗で。エースねってなってたよね。はい。テンポで入れて。はい。で、多分ね、大ボケやったら多分、富山さんも採用するのやめてっていう方なんですよね。プレッシャーもあるしな、それ。 1>, <laughs> 1個ボケあって3個あってここのつなぎのボケで大事なんですけど、はいうん、いやこれだったら受けなくてもテンポがあって、うん、ある程度ふふって来たらいいからあふふって考えたら、はい、大丈夫もうちょいふふより来るんちゃいますみたいな感じで盛り上がってどうも出て行ってすいませんあのもう皆さん分かられてると思いますけど、はい、1>, 1個目のボケふふふあいいよ、はい、窓際のヨッシーちゃん、はい、うんあれ ちってエアコン。よくある例えだけどね、これね。芸人がよ、滑るときの。ほんまに後あとって、この。何事もなかったよ。またゲーのヨシちゃん。あとこれボケじゃないですよ。私、こなあってみたいな。そう、そのヨシちゃんね。僕はずっとヨシちゃんって呼ぶ。それ以来ね。で、何の話でこれ歌うんだっけえー、なんで、あ、だからヨシちゃんって言うから。 空手家の当時入江さんが「田山君田山君!山君」って「ちょっとちょっと先来て!」って大が酒めちゃくちゃ好きだから「うわいや、うわ怖い怖っ」<laughs> ってこう抱えて「<laughs> 何やってんのお前」吉井正雄の階段を浴びる会メンバーシップ始まりました」収録後のアフタートートク オフ会投稿会談の取材ラジオなどさまざまなコンテンツを考えております詳しくは概要欄にてお確かめくださいよろししくお願いしますゾ